日本が本気で目指す純国産戦闘機ですが、それは次々機戦闘機開発で実現できるでしょう。今回は F3 戦闘機開発になぜ3カ国のに知恵湯での共同開発になったのか、本当の理由を考察していきますね。次々機戦闘機開発は F4 戦闘機なのかガンダムなのか、ガンダムです。2022年末の12月は、日本の今後の防衛体制を占う意味で、大きな決断と思える出来事が重なり、これまでであれば、一つでも、大々的なテーマとなり得たであろうものが、同時に複数正式に公表された時期だったと言える。まず、12月9日には、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替するプロジェクトに関して、これまでのアメリカとの共同開発路線を捨て去り、イギリス・イタリアとの3カ国による次期戦闘機開発が行われることが正式に示された。この次期戦闘機開発をめぐっては、現行の F2 戦闘機が当時も純国産化での開発も取り沙汰された中で、結局、アメリカの F16 ファイティングファルコンを土台にしての同国との共同開発が行われたことも、記憶に新しい。これには当時の日本側が戦闘機開発で最も重要なファクターの一つである機関部の国産化を果たせなかったことも大きく、かつ当時のアメリカとの貿易黒字の政治的解決の材料とされた影響も否定できなかった。ただし日本にとって唯一の軍事同盟国であるのがアメリカとはいうものの、最新の軍事機密の塊である戦闘機開発においては、日本側に核となる情報の開示を行わない姿勢を崩さず、日本にとって対等とは言い難い形であった。このことのトラウマが、その代替機を開発する次期戦闘機プロジェクトにおいては、今度こそは日本が開発を主導するのだと、それが大前提に掲げられ、三菱重工業者を主幹企業に据えて、その悲願を達成する方向を志向していた。その流れにおいては日本も調達中であり、世界中のアメリカの同盟国、及び友好国で採用が行われている唯一の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング2を要するアメリカのロッキード・マーチン社に、技術供与を仰ぐことは必須とめされていた。しかし、アメリカ自体が自国で推進している新型戦闘機開発計画である NGAD ニュージェネレーションエアドミナントは、日本の次期戦闘機開発が配備を目標とする2035年よりも遅いことから、時期的な一致を見なかった。そこで急浮上していたのがイギリスが主導していた戦闘機開発であり、もともとはイタリアとスウェーデンがそれに参画したテンペスト計画として、日本の次期戦闘機と重なる時期での実戦配備を期としていた。ここに、新たな戦闘機開発において、時期的な一致を見た日本とイギリスは、急速に接近し、機関部やレーダーセンサ類や、搭載する兵装等の事前の協力関係をさらに推し進めて、最終的には、戦闘機の共同開発を打ち出すに至った。そして、このイギリス・イタリアとの戦闘機開発の12月9日の正式発表から1週間後、日本では、岸田政権が、安全保障関連の3文書を改定して、閣議にて決定、大幅な防衛費の増額と反撃能力を有する兵器の保有を打ち出した。この日本の防衛体制のあり方の抜本的な変革が与えたインパクトは、これまでになく大きく、その衝撃は、わずか、1週間前のイギリス・イタリアとの戦闘機の共同開発という、一大発表をもかすませてしまうほどだったように感じられる。今回の安全保障関連3文書の改定とその閣議決定は、今年度の2023年度から2027年度にわたる5年間で、総額43兆円にも及ぶ、防衛費の投入を含んでおり、その額は、アメリカ、
中国に次ぐ世界第3位に相当するとめされている。日本の大手マスメディア内に根強く残るリベラルというか、まあいわゆる左派思考からすれば、この世界第3位の防衛費という金額は日本の軍事大国化を端的に示すフレーズとしてお約束のように批判の対象にされている。しかしよくよく考えてみれば、現在の日本は GDP の総額でもアメリカ、中国に続く世界第3位の位置をなんとかキープしており、その比率で防衛費を見た場合には特段驚くべきものではなく、順当な位置だと言わざるを得ない。もともと太平洋戦争を敗戦で終えた日本は、連合国によって武装解除を余儀なくされ、その主体となったアメリカが今度は旧ソ連の共産主義の拡大を防止する立場となって、今の自衛隊につながる再武装を行わせた経緯がある。その中で今の日米同盟の前身となった日米安全保障条約が締結され、自衛のための最低限の機能を有するものと定義して自衛隊を整備したが、日本は国家としては日アメリカ軍という戦力を自国の防衛予算とは別枠で政治的に確保していたに他ならない。日本は在日アメリカ軍の駐留経費の一部を負担してはいるものの、アメリカ軍の戦力から考えれば到底それと同じ支出額で同様の能力を実現することは困難であり、日米同盟が経済的にリーズナブルであるという状態を黙認してきた。そこで浮いた防衛費を日本は経済発展の分野に流用することができ、高度経済成長のような潮流を享受し、かつアメリカも在日アメリカ軍基地を置くことで太平洋方面における軍事的なプレゼンスを示し続けることができた。こうした日本とアメリカとが互いの利害と思惑が政治的、軍事的にも一致して、しかもうまく機能したのが冷戦時期の時代だったと思えるが、近年は当時の旧ソ連をはるかに凌駕する国力を中国が手にしてしまった。中国は市場開放路線を標榜しながら、国家が統制を行う歪んだ資本主義もどきの経済体制を背景に、大きな経済力を得て日本を GDP の総額で抜き去り、軍事費も軽く日本の5倍に相当する額を投入し続けている。こうした状況に対し、また昨年2022年2月から発生したロシア・ウクライナ戦争を間のあたりして、日本を含む西側諸国の多くが旧ソ連の崩壊以後削減を続けてきた一方の軍事費について、それを引き上げる方針へと回帰したと言えるだろう。そんな旧ソ連との冷戦時期以降、一見安全保障の必要性が薄らいだかに見えた時代は終わりを告げ、終わりの見えない戦争となりつつあるロシア・ウクライナ戦争を横目に、世界は軍拡の時代に戻りつつある。そんな中で日本の次期戦闘機開発がイギリス・イタリアとの3カ国で行われることとなったのは、新たな時代の安全保障の多様化という意味ではかなり積極的に意味のあることだと評価しても良いのではないだろうか。戦闘機の共同開発といえば、イギリスやドイツなど NATO 加盟国の一部が行ったユーロファイタータイフーン派およそ2兆円、アメリカが主導した F-35 ライトニングには、すでに6兆円以上の巨費が投じられているとも言われている。すでに世界第3位の GDP 総額を未だ持つ日本とはいえ、費用的にも、また技術的にも、単独で戦闘機開発を行うことはほとんど不可能とめされており、イギリスやイタリアも、無論、これには同様の傾向を抱えている。日本はこれまでの歴史の中で
3つの軍事同盟を締結したと考えられており、それは、まず2、チロ戦争の前の日英同盟、第二次世界大戦時の日独伊三国同盟、そして現在のアメリカとの日米同盟だということができる。ただし、今回イギリスらとの戦闘機の共同開発に際しては、日本側からではなく、イギリス側が、外交上の定義として、日本を同盟国と呼び習わしており、日本の一部で指摘されたおよそ一世紀ぶりの日英同盟の復活という、フレーズも、あながち大げさとは言い切れない。しかし、日本とイギリスとは、二国間で、通常の定義の軍事同盟を締結したわけではなく、一昨年の2021年9月に、オーストラリアが、イギリス・アメリカとのオーカスを締結したような、本格的なものとは同一視すべきではないだろう。残念ながらヨーロッパの西側諸国の多くが加入する NATO のような多国間での軍事同盟は、太平洋地域においては現状成立させることは困難であり、その意味では、今回の戦闘機開発のような体制は意義深いものだと感じられる。